生活必需品の価格高騰が相次いでいますが、来月からはついに牛乳も値上げとなります。酪農現場を取材すると、我々消費者と同様、生産者も悲鳴を上げていました。広島市安佐南区のスーパーマーケットです。食料品やアルコール類など、ウクライナ情勢や原油高などの影響で値上げが相次いでいます。そして来月、とうとう牛乳にもその波が押し寄せることになります。ここで扱う生協広島の牛乳は 8% 程度の値上げです。悲しいです。控えるのもなという感じなんで、ちょっと仕方ないかなとは思うんですけど。家計にとっては大打撃ですよね。他のものも値上がりしてるし。でも必需品なので。ビールの値上げ前にはわずかながら対策もできましたが、今回はお手上げのようです。買い止め難しい乳製品とか賞味期限があるのは難しいですよね。もうどうにもならん。乳製品、牛乳などの安定的な供給を今後も維持していくため、そしてまた酪農家の皆さんの利農対策ということで、今回の価格改定に関してはもう致し方ないのかなというふうには捉えています。三好市三輪町にある阿瀬平牧場です。午前6時過ぎ、スタッフらが餌やりを始めます。現在150頭の乳牛を飼育していますが、この飼料価格が高騰していました。ロシアによるウクライナ侵攻で、餌の原料であるトウモロコシや大豆などが日本へ入りにくくなっているといいます。これに加え、燃料や電気代の高騰も苦難に拍車をかけます。餌ばっかりでなしに、全ての燃料から電気からやっぱりみんな上がってきてるもんで、それだけ経費がかさんでしまって、利益がかなり落ちておりますよね。もう飼料価格の高騰を受け、生産者は今年4月、乳業メーカーに対し生乳価格の引き上げを要求し、来月から牛乳と発酵乳が値上げとなりました。消費者の皆さんには、牛乳は確かに値段は上がるけど、酪農家の方も大変いろんな努力をしながら、今回10円の値上げをさせていただくんですが、そういう意味においてもしっかり牛乳を飲んで酪農家を応援していただきたいというふうに考えております。私たちの身近な商品の値段を上げる原材料費の高騰、消費者と生産者への影響はもうしばらく続きそうです。